頭を叩かないで。ちょっとくだらないことやってキリノちゃんを足止めしないでよ。遅いから何をしているのかと思えば。メールがあったから、そろそろ行くよ。そうだけど。今時？難しそうだけどね。
よ、急に変な顔して。噂って？え？何？聞こえなかった。もっとはっきり言って。聞こえないってば。怪しい実験？私も仲間入りしていい？しちゃうもん。ん？どうかした？変な顔してる。じゃなくて、どうかした？リコちゃん、なんだかお化け屋敷にでも入ったような顔してる。
返しがつかなくなる前に目を覚まさなくちゃダメだよ。何のこと？コントロールを。このドバカ！だって面倒なんだもん。軽く面接があっただけだからすぐに終わっちゃった。うん、月曜から来てくれって。けど森園先生って変わった人なんだね。ほんと研究一筋って雰囲気だった。案外ありそうかも。それじゃ、そろそろ買い物にでも行こっか。私の料理美味しいでしょ？お兄ちゃん、そんなこと気にしてたんだ。私、昔だって好きで作っていたんだから。だから今だってそうだよ。キッチンに立たなくちゃなんて思ったこと一度もなかったんだから。知れないけどね。けど昔のことなんか忘れちゃった。だからお兄ちゃんは黙っておいしいおいしいって言って食べてればいいの。気持ちはわかるもん。妹としてはね、
そんな風にして食べてもらったら、それだけで満足なんだから。作りすぎたかも。加減がわからなかったからね。明日からはもうちょっと減らす。私は上に行ってるね。ノックは相手の返事もセットです。お兄ちゃんは男子なんだからそれでもいいの。私は女の子なんだから。感じは。まあね。そんな可愛げのない名前なのよ。当たり前でしょ。その子はフローラって名前。教科書も捨てていないしね。古いものは思い出につながっているから、だからなかなか捨てられないんだよね。本当言うとね、今でも持ってるの、この家にいるときに手に入れたものばっかりなんだ。うさぎのサンデーだってお兄ちゃんに選んでもらったしね。
ゃった？あの時、駅のホームでお兄ちゃん、泣いてくれたよね。ダメ、お墓行くまで忘れないもん。私も本当に悲しかったんだけど、ちょっと考え事もしていたから、だから泣けなかったんだ。お兄ちゃんのことだけどね。考えていたのは、どうにかしてお兄ちゃんと離れ離れにならずに済む方法はないかってこと。急にため息なんて。なにそれ。
しかし。構わないが、背は届くのか？平気です。背伸びするか、台を使えば。それに、刃物を使うにはまだ早いと思うが。それも平気です。今までずっと作ってきたから。今まで？そう。リコがそうしたいなら別に禁止する理由はないが。はい。うん、大丈夫だから。お兄ちゃん、多分びっくりすると思う。お兄ちゃんか。まったく、おかしなことを考えつくもんだ。まあ、それより。そんな風に丁寧に喋る必要はないぞ。家族なんだからな。